ヘルムート・シュミット、ヘルムート・ハインリヒ・バルデマール・シュミット、1918年12月23日から2015年11月10日は、西ドイツの政治家、ドイツ社会民主党、SPD 所属、第5代連邦首相、在任、1974年から1982年、その他国防省、百六十九年から百七十二年、経済財務省、 1972年、財務省。1972年から1974年、外務大臣、臨時。1982年の2週間を歴任。1983年からは、d サイト紙の共同編集者を務める言論人、文化人でもある。ハンブルクの生まれでそのことに誇りを持ち、現在は、ハンブルク市民に卓越したハンザ人と敬愛されている。 両親はいずれも教師だった。しかし父は、ユダヤ教徒の商人と、女性球児の間に生まれた、非政治で、ナチスの政権獲得後に、ユダヤ人に対する差別と迫害が始まると、父は書類を偽造して、アーリア人である証明書を得た、とシュミット自身が告白している。その出自ゆえに、ナチスに対する反感は、持っていたが、 ナチスサハが宣伝した社会主義的側面には共感するところもあったという。1937年にハンブルクのリヒトバルク高校を卒業した後、1939年に兵役駅でドイツ国防軍に入隊し、ブレーメンの対空砲部隊に配属された。間もなく第二次世界大戦が勃発。1941年からは東部戦線で、 ソ連軍との戦いに将校として従軍。1942年に帝国空軍省の対空法強官権顧問としてドイツに戻った。1944年、ヒトラー暗殺計画参加者に対する人民法廷の裁判を傍聴する要上官に命じられたが、その茶番ぶりに傍聴を辞退した。同年末、中尉中隊長として西部戦線に従軍。 1945年初め、防空演習中に空軍司令官ヘルマン・ゲーリングに対する批判的な言動をしたために、ナチスの政治将校に裁判にかけられそうになるが、上官の将軍に救われた。1945年4月に、リューネブルガーハイデでイギリス軍の捕虜となり、8月31日に釈放された。捕虜収容所からの釈放ハンブルク大学で、 経済学と政治学を学び、収容所で知り合った社会主義者の影響で、戦後すぐに SPD に入党。在学中の1947から1948年、SPD の株学生組織であるドイツ社会主義学生連盟デ ASDS のリーダーを務めた。1949年にハンブルク大学から経済学志望を取得。 卒業後ハンブルク市の自治体職員となり、まず商工振興局で、その後1952年から同市の経済、運輸局で、その長であるカールシラーの下で働いた。1955年のドイツ再軍備後に二度軍事訓練に参加し、1958年にはドイツ連邦軍予備役隊員、後予備役少佐になっている。1953年、 連邦議会選挙に、ハンブルク選挙区から初出馬して当選。1958年に、SPD の州代表メンバーの一員に選ばれ、各兵器撲滅キャンペーンや連邦軍削減などのキャンペーンに参加。1958年から1961年まで、欧州議会議員を兼任。1961年12月、ハンブルク州政府の内務省になり、連邦議会議員を辞任。 内省就任間もない1962年2月16.17日の北海大洪水では憲法違反の懸念を恐れずにドイツ連邦軍の出動を要請して被害の拡大を防いだ彼の指導力が高く評価されその名は広く知られるようになった1965年に連邦議会に再出馬して当選すぐに議会幹事会の一員となり 1967年には SPD 連邦議会院内総務の座につき、1968年には副党首になった。1967から1969年には党議員団の外交、全ドイツ問題政策調査委員会会長を兼務。彼のことによれば、院内総務の仕事がその政治家人生で最も楽しいものだったという。1969年10月22日、 SPD と自由民主党、FDP の連立でビリー・ブラント政権が成立。シュミットは国防大臣として初入閣。その在任中に兵役義務が18ヶ月から15ヶ月に短縮され、またハンブルクとミュンヘンに連邦国防大学が設立された。1972年7月にブラントに抗議して辞任したハンブルク市職員時代の上司シラーを継いで経済、 財務省に就任11月まで、同年12月から1974年3月まで財務省。なお財務省としてトライラテラルコミッション日米を3局委員会の委員でもあり、ビルダーバーグ会議に参加して1973年5月の原油価格400%値下決定にも関わっている。1974年5月16日、ブラントが 業務事件によって辞任した後を受けて、急遽連邦首相に就任し、オイルショックによる世界的な経済不況の中で、積極的な景気維持の策を取った。隣国フランスの大統領バレリージ・ジスカール・デスタンと、緊密に協力し、就任間もなく、欧州理事会を設立。1975年のヘルシンキ条約で、全欧安保協力機構、OSCE の創設に貢献した。 1976年の総選挙で議会第一党の座をドイツキリスト共民主同盟セディに奪われたが FDP との連立維持で政権に止まった。テロリスト集団ドイツ赤軍分派の活動、特に1977年のドイツの悪鬼と呼ばれる在海洋人誘拐殺人、ハイジャックなどの一連の事態に対する彼の対処は困難を伴いつつも妥協しない断固としたもので。 テロリストによるルフトハンザ航空181便ハイジャック事件に際してはテロ対策特別部隊 GSG-9 を投入してそれを過断に鎮圧した。シュミットの弁説の際もその政権運営に大きく寄与した。アメリカ合衆国国務長官のヘンリー・キッシンジャーとも信仰のあるシュミットは1977年には初めて来た大西洋条約機構。 NATO とワルシャワ条約機構との軍事力不均衡、特にソ連軍の中距離弾道ミサイル SS-20 の危険を主張。かくて彼の党派は1980年の選挙でソビート連邦との戦略ミサイル制限交渉を進め、同時にアメリカ軍のパーシングにミサイルを西ドイツに備えさせるという NATO 二重決定の主張に踏み切った。彼は 自らの政治的展望を1979年のソ連軍のアフガニスタン侵攻に対する NATO の対策と絡ませていた。この主張には国民の多くのみならず平和主義路線を取ってきた自党内からさえも批判が巻き起こった。この選挙でセビからの第一党奪還はできなかったもののやはり FDP との連立で議会での過半数確保を乗り切り 11月に首相としての再指名を果たした。この間1981年10月に心臓にペースメーカーをつける大病をしたが、回復している。外交政策においてシュミットはこれまでの保守政権が行ってきた親イスラエル政策を改め、石油ショックの教訓からアラブ諸国へと接近し、1981年5月にはサウジアラビアを訪問して、レオパルトに戦車の売却を行った。 このことは、イスラエル政府を激怒させ、イスラエル首相のメナヘム・ベギンはシュミットが、元ナチス・ドイツ軍の証拠をあった過去を取り上げて、相当ヒトラーに忠誠を誓った過去があると非難した。シュミットの社会民主主義的な社会、経済政策は、次第に、政権維持の頼みの綱である FDP との溝を大きくしていった。FDP は自由主義経済と、財政再建を主張し、 予算案で対立が起きていた。1982年、彼は連邦議会からの不信任案に競りーかつも、ついに9月17日、連立与党 FDP の大臣4人が内閣を去った。シュミットは臨時外務大臣を兼任し、SPD のみでの少数与党で内閣の政権維持の試みを重ねたが、10月1日建設的不信任決議、 罷免と同時に公認を任命する不信任決議が成立、政権継続断念を余儀なくされた。これは戦後西ドイツ市では初めての出来事であった。公認の首相にはセディ FDP の賛成多数で不信任案決議を提出したセディ党首のヘルムートコールが選出された。首相を追われたことを受けてシュミットは1984年に東北党首を辞任し、 1987年を最後に連邦議会からも去った。それまで SPD 出身の連邦首相は彼を含めて3人いたが、当主を経験したことがないのはシュミットだけである。これはブラントという抗いがたい偉大な存在がいたことによる。1983年、シュミットはドイツ随一の高級オピニオン誌である、週刊新聞。 d サイトの共同編集者に就任し、1985年にはその経営代表責任者となった。1983年には福田武雄と共に協調行動評議会 S にも参加している。1986年12月には EMC を支援し、ヨーロッパ中央銀行の創設を側面から援助するための委員会の創設にも関わった。 その他多数の財団や、基金の顧問といった名誉職に名を連ねている。防衛、民主主義、グローバリゼーション、中国の台頭、自伝など様々な分野で多数の著書がある。シュミットは1987年の連邦議会議員引退後も政治については活発な発言を続けている。現在の SPD の政策と反対に、トルコの欧州連合加盟には、 真っ向から反対し、しばしば、リサイトにその理由を書いた論文を寄稿している。その関連において、多文化共生社会は、インテリの幻想に過ぎないと一周。また、同盟90、緑の党との連立政権だった、SPD のゲアハルト・シュレーダー政権が決定した、原子力発電所の全廃にも、会議的な目を向けており、いわゆる地球温暖化に関するヒステリーと批判している。 また、第二次世界大戦で国防軍の言った戦争犯罪を取り上げた国防軍の犯罪点については危険な局差と激しく非難。その政治的主張は単純な右翼、左翼の分類には当てはまらない。2015年9月初めに足の血栓を除去する手術を受けたが、その後感染症にかかって体調を崩し、11月10日、ハンブルクで死去した。 去年96、死去の法が伝わると、ドイツ内外の政治家から追悼の言葉が寄せられた。シュミットの所属政党である、SPD のジグマール・ガブリエル党首、副首相は、我々は助言者を失った。彼が我々の一員でったことを誇りに思うと、追悼の言葉を述べた。アンゲラ・メルケル首相は、シュミット氏がドイツに貢献したことを、我々は忘れない。 彼の慎み深さと責任感に感銘を受けてきたと述べ、ハンブルク洪水時のシュミットの対応に、シュミット氏が事態を収束すると信頼できた。この時、初めてその名を知った、メルケルは、ハンブルク生まれと語った。ヨアヒムが浮く大統領は、シュミット氏は実行の人であり、さえ渡たる思考と、明瞭な発言を貫いた類稀な人物だったと、たたえ、戦後、 最も重要な政治家の一人を失ったと述べた。また、フランスのフランソワオランド大統領はシュミットが、首相時代にジスカール・デスタン大統領と共に、独仏連携に取り組んだことから、両国関係の、礎を築いたと称賛し、オーストリアのベルナー・ファイマン首相は、平和で結束した、欧州の立役者だったとのんだ。欧州委員会のジャニーコール、クロード・ユンケル委員長は、 我々が世界で大きな役割を担おうとなら、協調するしかないことを理解していたと個人を称え、SPD 出身のマルティン・シュルツ欧州議会議長は、シュミット氏の死去は、ドイツと欧州にとって一つの時代の終わりを刻んだと、った。私生活では、対戦中の1942年に、幼馴染みのハンネロ・オレグラーザー、愛称、ロキトルター派協会で結婚。 愛妻家であり、後に、党の後輩であるシュレーダーが、首相になった時、私は、ロキとは70年の付き合いだ。結婚して56年になる。ほんの少しでも見習ってもらえればと、目の前で述べて、首相就任の前年に4度目の結婚をした、シュレーダーに苦言を呈している。自然保護活動に熱心だったロキは、2010年10月21日に、 ハンブルクの自宅にて91歳で死去した。ロキの葬儀は、ハンブルクのルター派教会で2010年11月1日に取り行われた。ロキとの間には二人の子があり、1944年に生まれた長男ヘルムートは、障害があり1歳になる前に病死したが、1947年に誕生した長女ズザンネは、ブルームバーグテレビジョン職員となり、現在はロンドンに在住している。 ロキの没後2年となる2012年8月、d z イ t のインタビューにおいて、1933年生まれの元秘書、ルートロワーと事実婚の関係にあることを明らかにした。シュミットの教派はルター派だが、無神論者ではないものの宗教は重視していないと発言している。2007年には、アウシュビッツの蛮行を見過ごした神をもはや信じていない、と述べた。教会は、 戦後道徳の再建にも民主主義や法治国家の建設にも寄与しなかったとも述べているが道徳的な基盤として教会を認めている。非常な愛演者であり、1990年代にテレビのトーク番組に出演した時も終始タバコを吸い続け、貧縮を買ったことがある。連邦議会の議場内は禁煙なので、やむを得ず審議中だけ鍵タバコを使った。 モスクワの大クレムリン宮殿のエカテリーナの間の中でタバコに火をつけた唯一の人物でもある。90歳となった2009年に日本の NHK で放送されたテレビ番組の取材でもタバコを手放すことはなかった。美術愛好家でもあり、首相就任時にはボンにある首相府の中庭にヘンリー・ムーアの作品ツーラージ・フォームズを据えさせた。この彫刻は 東西ドイツ再統一への願いを込めている。執務室にエミエル・ノルデの絵を飾り、入り口の首相執務室と書かれた札を取り払って、ノルデの部屋と掲げさせた。音楽にも造形が深く、国防省時代に連邦軍の軍楽隊、ビッグバンドを創設させた。自身もオルガンやピアノを弾くのが趣味で、演奏家としてピアニストのクリストフ・エッシェンバッハや、 ゲルハルト・オピッツラと共演して、ボルフガング・アマデウス・サルトや、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの曲を、レコード録音したほどである。ただし近年は華麗により右耳はほとんど聞こえず、左耳にも補聴器をつけており、音楽が聴けないのは食べられないより辛いと語っている。ハンブルクにある、連邦国防大学は、2003年に、ヘルムート・シミット大学ハンブルクと改称されている。 オックスフォード大学、ケンブリッジ大学、ソルボンヌ大学、ハーバード大学、ジョンズ・ホップキンス大学、慶応義塾大学など多数の大学から名誉博士号を授与されている。2007年にはフィリップ大学マールブルクが名誉哲学博士号を授与したが SPD 派で現実主義者の彼への受賞に、 マルクス主義の影響が強い同大学の政治学教授の中から強い反対の声が上がった。様々な分野の賞を多数受賞しているが、ドイツ連邦共和国功労勲章のみ、ハンザ同盟都市ハンブルクの市民のしきたりに従って、度重なる受賞の打診を毎回断っている。ハンブルク州内省時代の功績である、ハンブルク大洪水の時の様子は、最近何度か、 ドラマ化され、俳優のウルリヒとクルなどがシュミットを演じている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。